はい、お疲れ様です。えー、今日は、まあ前回ね、うちの会社が3億円借りたという話をまあさせていただいて、あのー、ね、国ってさ、その、まあ俺に3億貸して保証協会っていうことはまあ国の機関なわけじゃないですか。で、銀行の保証協会もそうだし、あの、政策金融広庫からお金借りるのもそうじゃないですか。そのお金って、なんか俺、どっから出てきてんのかなって、本当にふと思って。 リーマンショックの時とかってあるじゃないですか。でリーマンショックってそのね、まあ、いろんなことでお金使って、国も使って、会社も使って、でも会社がどんどん倒産してって、で、国もじゃあその時に借金いっぱい抱えてとかなんかあるでしょで、俺もあまりそのね、中卒でこんなんでさ、まあ、あんまり分かんないしも、もっと詳しいこと勉強しようと思ったら、違うチャンネルとか見た方がいいと思うんですけど、もっとね、専門的なことやってる。まあ俺は俺のその 低いレベルっていうかさ、まあ中卒社長でこんなのね、塗装やだけど、でも俺もやっぱ経営者としてそういうの勉強って、ある程度把握して、方向性は見極めとかなかった今後どうなっていくか、経済が。うん。でもそういう中で、まあいろんなことを今ネットで調べて気になって、まあいろんなことが俺も分かったんで、まあこれみんなに伝えてあげたいなただそう、本当にね、ただ本当にもう難しいことは俺は伝えれへんから、もう本当に読んでても見てても、もう半分も分かんない、ってことが。 だけど、なんとなく方向性は、うん、自分の中でなんとなく掴んだなっていうのがあるんでまあその辺の話をしていきますえー、あちょっと始まる前自己紹介まあ本当にまあ今さっき中卒って言ったんですけど中卒でまあ会社がそのね今12億13億って、まあ、テロップかなんかこれ出てるのかな出てると思うんですけどその、まあ、株式会社 7L の,の練り替え道場っていうのは民間の塗装会社なんですよでもうほぼほぼ90何パーセントはもう民間から ま、企業でもいいんですけど、まあ、会社さんからでもいいんだけど、直接工事を依頼を受けて、で、下請けってやってないんだよね。株式会社の内容塗り替え道場って。で、下請けをやらずに、もう自分たちで見積もりもして、あの、現場管理も全部やって、んで、まあ、小立てはて月に本当に60と70ととかあると思うんですけど、まあ、今そういう状態です。で、営業マンも抱えて、今、愛知名、岐阜に11店舗。で、営業所って言その、本当に営業マンがおるところは3カ所ぐらいかな。 でそういう中でそのやってるんですけどあともう一個その南施工サービスってあるんですで南施工サービスってじゃ何やる会社っていうとあの施工会社なんでも,もちろん塗り替え道場の全仕事もやる、ね、であとはそれプラス今いろんな外部のゼネコンの仕事とかさあの足場なんかでいうと、まあね、せっかく材料もトラックもあるんだから回した方がいいわけじゃないですかで塗装って繁忙期と閑散期があるでしょ でそういう時にできるだけ回していこうっていうのかいろいろ始まったんですけど、今、その塗装、シーリング、足場っていうのも外部の仕事、まあ、塗り替え道場以外の仕事だよね。もう結構今やってるんで、まあもしよかったらね、本当に声かけていただけるのも助かりますし、まあこういう時だからね、民間の家、戸建て塗る。ちなみに俺んちもう来週ぐらいから、こういう暇なもで塗ろうかって言ってさ、まあやるんだけど、まあとにかく仕事、職人さん遊ばしたら、まあ加熱書えてないけど、本当は。 だけど、まあね、給料だけが出るもんで、まあ休んどるぐらいだったら俺んち塗れとかさ、まあ事務所も塗っちゃったことあるもんね、昔数年前に。それはちょっと事務所は塗れんのだけど、まあこういう時期にいろんなね、環境整備っていうの、会社の整備とかああいうのね在、在庫管理だとかああいうのちょっとやれやなと思いながら今やってます。えー、じゃあ本題行こうか。はい、じゃあそれでは、あのー、借金。国がさ、まあ今こうやってさ、本当にコロナ対策で、 ってすごいジャブジャブにお金を出しとるわけじゃないですか本当に気になる気になるよねまあ見てくれてるから気になると思うんですけどちなみにその日本がじゃあこのコロナの対策も含めえいくら金を使うかだってあの給付金なんてもらえる金でしょまあこれ前回しゃべっとるんでまああれですけど、まあ、捨てちゃったかなあの給付金って中小企業じゃなくて小規模でも200万円個人事業主100万円ってお金出します。 で、あとはうちもね、3億円借りるっていうのも、保証協会だとか国民権高校から借りるわけじゃないですか。で、俺さ、リーマの時も本当に思ったんだけどさ、もう14年やってるからいろいろ思うんだけど、あの、このコロナの影響で金借りやすくなったのに借りる企業あると思うんですけど、もう1年も2年も前からもうダメで金、もちろん銀行って金貸しじゃん。だから、返せる見込みがあるところしか金貸さないわけでしょ。だけど、こういう制度を使って、 返せる見込みがないところ、金借りると思うんだよね。これで、ね、復活しやいけど、結局じゃあ潰れたらどうなるって、会社ってさ、潰れたら、ね、破産宣告、もし俺がしたら、本当に、ね、お金払わんでもいいわけですよ。まあ、払わんでもいいって言ったら失礼だけど、まあ、俺が潰れすとかじゃないよ。まあ、ね、まあ、こういうことを動画で言うのもなんだけど、まあ、さっきね、知り合いからも言ってたけど、やっぱ知り合いの知り合いみたいなのが自殺したとかさ、まあ、そういう話も出てるよね。 で、そういうのって、じゃあ、どうなるのって言ったら、借金払わんでいいもんね。も、ま、う、あ、払わんでいいっていうか、も、ま、う、あ、払えんでしょ。って会社なくなって、俺、だけど、国は払えるわけじゃない。ね、こうやってく、こんな経済が悪い時にさ、国が一つの会社だとしたら、お金を、まあ、ね、出すわけじゃないですかで。経済を回すわけじゃないですか。で、そういう中で、まあ、どうやって借金してんのっていうことを、まあ、ちょっと一個一個、俺も調べたことね、を言ってきますね。え、まず、 政府は、まあこれ読むね、まず。7日、新型コロナウイルス感染拡大に対する第3弾の緊急経済対策を閣議決定する。これ、何日の、6日の記事だけど、事業規模は約8兆円で過去最大の経済対策になる。納税や社会保障料の支払い猶予に約26兆円当てたことで、総額は名目国内総生産の約2割に上る、1世帯当たり30万円の給付や、 中小企業に最大200万円の給与の5月から順次実施するって書いてあるんですけど、まあ結局、まあ何って俺もあまりちょこり難しいで分からんけど、108兆円を、まあ、用意するって言ったんだよね。で、そのまあ200万円、さっき前回言った200万円、ね、あの個人事業主でっ200万円もらえる個人,あ個人事業主で法人じゃなかったら100万円か 100万円もらえる、200万円もらえるっていう話とか、まあ家に配るわけでしょ全家庭に配るとか言ってでしょう。あれ30万とか10万とか。すごいじゃん。ね、まあ今、あれでしょちょうどこれ動画撮っとる、ぜ昨日かな昨日かその前かなんかに、ね、全国にあの緊急事態宣言って出て、で、8時かなんかまでに店閉めや飲食店っていうのあれってお金も出るとか、50万円ぐらい出るとかね、あの協力金かなんかで50万円か出るってすごい金額じゃないですか。 でこれ108兆円っていうのは、まあ、それが使い道なんだろうけどじゃあどっから用意してるんだろうって思って調べていくとあの国債っていうのを発行するらしいんですよ。ね、国債。国債ってじゃあ何っていうと、まあ、簡単に言うとねまあこれ逆に本当にね皆さんあの専門家の人とか詳しい人本当コメント欄にあの詳しく書いてほしい。 おめえそんなこともわからんのかっていうやつを削除しちゃうもんで、ね、もう先に動画で言っとくよ。俺はもうわかんない。もちろんわかんないし、あの、ね、一人親方とかね、二三人ぐらいでやってる子たちが、今後、じゃあどうなってくんだろうな、この景気って思ってね、一生懸命勉強しとる人たちに向けての動画なんで、専門家に向けての動画じゃないから、専門家に,向けてのい門家にとはもっとわかりやすくね、あのコメント欄に書いてくれたら、もちろん俺はもう削除しない。うっとうしい書き方してきたらもう全部削除するけど、俺は。そうやって書いてほしいなと思うぐらいなんですけど、 あのね、国債って、ま、簡単に言うとね、まあ、俺の認識だよ。で、会社、俺が会社でしょだから、株ってあるわけじゃないですか。で、一部上場企業、二部上場企業とか、なんか、ま、ま、ナスダックとかなんかいろいろあるじゃないですか。あれって市場だよね。で、一部上場企業ってのは、そういう、その、東京証券会、証券なんとか取引所かなんかあるでしょそこで、まあ、うちの株買ってくださいって、まあ、うち、俺で言ったらさ、まあ、じゃあ、 まあ3000万の株持っておるとするじゃんね。まあそれをじゃあ買ってくださいって、まあ、ね。まあ市場にな、市場って言ったら市場って書いて市場だからさ。まあ市場に売りに行くわけじゃん。もうその魚売り場じゃなくて株売り場みたいな市場に持ってって、まあこれ買ってくださいって言ったのが、もともと1万円だったものを、まあ1万円で売りますって1万円で売ったんだけど、その人たちはまた売っていいわけじゃないですか。 1> 1万円で買った人がでその人が1万円で買ったのを2万円で売るとかがあのその何株でしょで値段が上がったり下がったりしていくわけでしょで今ねこういう状況だもんね株が、まあ、バーンって下がったでまたちょっと上がりたけてるとかまあいろいろあると思うんですけどまあこれ国債っていうのはその会社のじゃなくて国の株みたいなもんですよ。でこれがじゃあ今さね200 あ、1 0八8兆円で、プラス、その、んだったかな、その通常会計毎年借金もしてってるから、じゃあ、108兆円以上の、その、国債を発行しなきゃいけないわけじゃないですか。で、それが、なんか俺、資料を見ると、これもちょっと俺も、その、意味がわかんないんだけど、なんか、いろんな発行、だて今まで、その、国債っていうのはまたさ、ちょっと株と違うのは、期限が決まっとるみたいな。 なんか、10年国債って言ったら、10年後にまた、要は俺が1000万円の10年国債を発行しますまあ、株債で見い,いやね、会社の。まあ、社債ってあるよね。だから、社債みたいなもんなのかな。まあ、それ、社債と国債って違うのかどうか、ちょっと仕組みはわかんないんだけど、社債は調べてないから。でもまあ、例えば国債を俺が発行した時に、10年ものって言ったら、10年後に返さなきゃいけないわけよ。わかるだから俺は1000万円でこれ国債買ってください。 で、か買うわけでしょで10年後に俺はこれ1000万で買ってくれたら1200万で買また戻します。っていうことでしょ。で、まあ、200万円10年で増えるんだったら買うっていう人がおったら買うわけじゃないですか。で、それが108兆円の経済対策を打つプラス、毎年その、まあ、発行しとょるわけですよね。で、それがじゃあ2020年にいくら発行するかっていうのが、ちょっと俺読むよ。これ 意図見がよくわからんからさ。すでに2020年度は当初予算分の新発債発行するのは初に歳ね、国債とかの債ね、32兆円を、32.6兆円を除いて、120兆円を発行が計画されていますから、結局203.7兆円もの国債を、あの、消化しなければならなくなりました。2020年度、単年度で203.7兆円 7兆円もの国債を安定的に消化できる余力が日本経済に残されていれば問題ありませんが果たしてどうでしょうかって書いてあるのが、まあ、よく分からんだけどとにかく200兆円ぐらいの発行を今年しなきゃいけないとでそんなにもあの発行して買ってくれるやつらが本当にいるのみたいなことが多分書いてあるんだよね で、それの、まあ、内訳とかいろんなものをなんか、まあ、いろいろ書いてあるけど、俺もちょっとよう分からん。本当に、まあ、ょっとね、書いてあるネットでも分からんから、まあ、俺が、まあ、簡単なことをちょっと喋って、これがもう合ってるかどうかもちょっと分かんない。もうネットによって全然書いてあることも違うっていうかさ、よう分からんもんね。俺も言ってるの分かんないけど。で、で新規国債発行額ね。これね。まあ、上からちょっと行くと、減収、税収減。まあ、今年、 ね、税収がよ予測されるもので、ね、21.1兆円を発行すると。で、経済対策で16.8兆円一。一律10万円給付金12.4兆円。承継で50兆円。プラス、当初予算で32.6兆円で合計82.8兆円って書いてあるんだね。これは200兆円じゃないじゃん。だってよう分かるんだけど、多分、俺がこうやっていろいろ読んでる中では、 その、今までの、そのさっき言ったような10年ものとかの期限が来るやつがあると思うの。で、それを、本当は期限が来たら金って返さなかっわけじゃん。俺でもそうでしょ。会社が金借りたら、毎月返してってるわけじゃないですか。だけど国債っていうのは毎月返さんでいいと思うんで、10年後に、あい、じゃあ、バンって120万円で返すって言って、1200万円で返すって言ったら返すわけでしょ。でもそれが返せないから、また借りるってわけですよ。これ、すごいでしょ。何が言いたいかというとさ、 会社でそれだったらもう会社終わっとるじゃん。もう、まあ終わっとるってまあね、会社やって苦しい人たちも今おるで、まあそんな話すんなよっていう世界かもしれんけど、会社として機能してないわけじゃないですか。えだって、借りたもん返さなあかんのに、また10年後に借りたやつを返すためにまた自転車、自転車創業でしょうん、これはちょっとあかんだろうって、まあ思うんですけど、 日本って、だって、その総額が、ね。まあ、これビビるんだけど、俺もう本当に。まあ、これちょっと資料がね、あの、2019年11月15日の資料で、俺のネットでいろいろ調べて、まあ、これ勉強したんですけど、1000、1000、いくらだかな ?1100 兆円、日本って借金があるらしいんだわ。すごくないこれ、これグラフね。ま、あこれちょっと途中のグラフなんですけど、これ、これ、まあまあ。 これあまあ切れちゃってるじゃないですけどでもねこれちょっとまあ今パソコン見たんですけどあのまあ1年ごとだと思うていてことはこれまあ、実質何年なの十0年20年30年35年から40年ぐらいになるかなこれねでさこれ一気に1000兆円いってるじゃんでこの勢いでいったらさもうここなんか当初なんかもう10年が12345678 8年で800兆円ぐらいから1100兆円までいってんだよね。300兆円だよ。で、この勢いでじゃ借金膨らんでいくのって。で、これ、ボンボン、ボンボン、金、ね、足してて、まあ、給付金30万だなんだっていうのは、まあ、それね、うん。だけど、まあ、らう人からしたら、まあ、嬉しいもんで、ね、俺こういうのを書いて、まあ、叩かる。そんなこと、お前、困るもんであるだろうって言って、 叩かれるかもしれないんで、あれだけど、これで、結局、まあ、バブル崩壊とかも、いろんなね、経済が、余計くしゃくしゃになるわけじゃないですか。俺、ほんとさ、まあ、一つ思ったのがさ、ほん金とかじゃなくて、なんか、まあ、俺、専門家じゃないで、俺がこんなこと言うなよかもしれんけど、なんかさ、じゃあ、まず、じゃ俺、本当にフィリピン行ってたと思ったんだけど、フィリピンなんか、本当にみんなさ、もう、貧乏なわけじゃないですか。貧乏って言ったら、ちょっと失礼かもしれんけど、 でも、飯が食えんわけ。本当にね、うん。だけど、もうコンビニとかのものなんか高すぎてで、コンビニなんか普通の人ではコンビニなんか行けないんだよ。だって、そうでしょ。月に2万円しか給料ない人たち。1日1000円とかだよ。で、コンビニだって日本とそんな値段変わんないから。うん。で、まあじゃあそういうところの人たちで何やってるんだろ木の実とか食ってるわけよ。本当に普通に。で、料理とかも魚とかも、魚とかまあ安いんだろうな。現地の人が取るもんで。 で俺本当にさ、日本でも何でもかんでも、ポン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 金配るんだったら大変かもしれんけど、まあ、こんなコロナなので外出たらいかんのかもしれんけどさ、なんかじゃあご飯配るだとかさ、飯が食えやなんとかなるわけじゃん。もう家で辛抱しとけっちゅうのあると思うんだよな、俺。で、これで30万も配るのは別に、ね、俺がもらえないからとかじゃないよ。で、企業でもそう思うの。まあ本当にあんまりこのボン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 。 この早い段階から出して、これ1年2年続いて、まあ確かに会社は潰れるのじゃなくて、潰れるのが1年2年つ,つ、伸びたっていうだけの企業ってすっごい出てくると思うんだよね。だけどまあ、国もさ、その一個一個の会社をじゃあ審査して全部やってっていうのはやっぱ難しいと思うんですよ。まあ確かにね。で簡単に、簡単に文句は言ったら変わるんだけど、 だけど本当にじゃあ今ご飯が食えなくて困ってる人ってどれぐらいいるんかな日本に。まあだって本当にアルバイトがなくなった一人暮らしの子たちとかってやっぱ大変だと思うの。もうみんな言うじゃんね今。まあ俺結構ねお酒も飲むから飲食店の人とかとあうからもうバイトは全員切られているとかさ。まあそういう人たちまあ家におる子はいいけど、じゃあ一人暮らししてる人たちでどうすんのって家賃どうすんのって、まあ、なってくると思うけどさ。ねだけど これさ、本当にあんまり金ボン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 出すのもどうなんだろうねって、わ、まあ、かんない。俺あんまりこれ言い進めてったらいかんのかなと思うんで、ちょっと話ちょっと変えます。で、ちょっと話変えるんですけど、あの、100、まあ、この人の、まあ、ちなみに今悪い話、まあ、どんどん借金が増えてってって悪い話なんですけど、今度はちょっといい話をしたいの。で、俺これ見た時にこれが合ってるかどうかわかんないよ。この人書いてる人が。 だけど、一人当たりで換算すると、1100兆円というのは総人口で割ると871万円と分かりやすくキャッチーな言葉を用いて日本政府が破綻するかのような報道を行います。まるで国民が払う必要があるかのような書き方ですね。以下引用っていって、まあ、サイトみたいなの多分貼っとると思うんですけど、結局87、871万円の一人当たりの借金がありますと、日本人一人当たりね。 そうやって言って、まあ、国を煽っとると。で、国債や社入金などを合わせたいわゆる国の借金が去年の年末の、あ、まあ、これ1100兆円、1人当たり871万円。で、総務省の発表によりますと、去年の年末時点で国債と社入金、それに政府短期証券を合わせた、いわゆる国の借金は1100兆円だよね。で、3ヶ月前の去年9月末より8、8、 超億円余り増えて過去最大と更新し初めて1100兆円を超えましたこれは高齢化で増え続ける社会保障費などを税収だけでは賄えず新たな借金に当たる国債の発行などで補っているためです内訳は国債が973兆円,、まあ、3兆円政府短期証券が73兆円社入金が53兆円余りとなっていますこれ何千万単今省いて読んだけどね これを先月 1, 1日時点の日本の総人口で割ると871万円に上りますと。政府は新年度予算案で国債を32兆円余り新たに発行することにして財政健全化の道のりを険しさをしていますか。で、これは今読んだことはまあ悲惨な話じゃないですか。悲惨な話なんですけど、実際この人が歌っとるのはこのような一人当たり 〇〇万円という書き方は悪質なミスリードです。誰が国債を保有しているかを明確にする必要があります。で、中央銀、で、ここに書いてあるのは、中央銀行が一番多く47%。中央銀行ってまあ国のね、あの、保有証の、まあまあ、これも結局借金じゃねえのと思うんだけど、俺は。続いて民間銀行が40%。で、海外の比率はたったの7%しかありません。 でつまり93%は日本国民が保有している国債であって、日本国民が保有している国債を国民一人当たりで計算しても全く意味がありませんって書いてあるんだけど、で、ギリシャが破綻したっていう話は俺も聞いたことあるし、みんなも聞いたことあると思うんですけど、ギリシャの破綻の時は、まあここにちょっとまあ読まんけど、こんだけ海外が持っとったと。ね。海外が所有しとったから、結局日本は、その、 日本国民が持ってるんだよな。まあ、あの、日本銀行と、まあ、これ、どうやって持ってるのって言ったら、発行の代理をしてるわけだよね。あの、うん、政策、その国とか政策金融公庫とか中央銀行とか民間銀行が国債を発行して、まあ、代理で、まあ、持っているもんで、あのー、何で、それを誰が買ってるかって言ったら日本なんだけど、俺は逆の捉え方も、まあ、あるんかなと思ったのは、その、 誰もその金利が安い。なんか0.0何とかそんな世界じゃん。その日本の国債とかって多分ね、もっと行くんかな。数パーセントとか行かないと思うんだけど、そういうのをじゃあ海外で買わないと思う。俺フィリピンでそれ言われたことあるんだけど、フィリピンの国債は何パー %?7% パーか ?5% パーかなんかだと。だから、これ俺らが買えるかどうかわかんない。日本かで買えるかどうかわかんないけど、じゃあ1000万円の国債を買えば、フィリピンの国が 70万円を保証するんだよ、毎年。まあ、50万円かもしれんけど。だから、まあ、究極わからんけど、まあ、その、まあ、これちょっと法律に触れるかどうかはちょっと俺わからん。まあ、銀行ね、まあ、それこそ1%で今日本ってね、まあ、このコロナじゃなくても本当借りれるわけじゃないですか。うちの企業なんか0.1%切っても借りれとったと思うの。で、それを、まあ、海外の国債を持ってて、フィリピンが潰れることなければ、毎年、 1>, ね、1億持ってたらいくら産むっていう世界ねっ1%でんだって1億やったら1,000万だから100万でしょで7%だっト700万毎年も1億でだよで3億やったらどうなんのってねで、これはちょっとわからんけどでもこの人は、ま、だから、ま、日本は健全ですよっていうのをあ、ま、歌ってますで国債が増え続けているってマスコミやあのいろんなものが騒ぎ立てますと。 ただ、そのね、そうそうそう、あ、なぜマスコミは財政破綻を煽るのか答えは簡単です。スポンサーである大企業のためです。マスコミのスポンサーである大企業は財政破綻を煽ることで国民に日本の借金を返すためには政府事業の売却や福祉の縮小、消費税増税は仕方ないと。あ、こっちこっちか。仕方ないと思わせたいのです。 政府事業の売却は利権に、福祉の縮小は新たなビジネスにつながります。もちろん消費税増税、あ、政治事業の売却は利権に。政治事業、だってまあ郵便局売ったよね。もともと国が保有しょったけど売ったよね。で今これちょうどニュースになってたよね。あの、JT、タバコのあれを国が33.3%保有してて、1兆円か何兆円かなんか保有してんだよね、国が。まあそれももう売却するか、みたいなこと言ってるよね。で、 それをしたら、まあ、商売になるわけじゃないですか。だから、まあ、利権につながってくると。まあ、そうでしょう。JT の、ま、偉いさんたちはどうなんだろうね。うん、それは国の保有してるものなんか売却しまたは国の関与ねえし、あいつらの、ね、法律に縛られることなくなるからって思うのかな。で、福祉の縮小は新たなビジネスにつながります。福祉の縮小は新た、まあ、ビジネス、国が福祉とかこういうのをやると、まあ、自分たちの商売にならないってことなのかな。 でもちろん消費増税も大企業に利がありますそうなの実際に経団連の中西会長は消費増税を非常に良いことだと歓迎すると発言していますって言ってるのまあ俺は消費税上がるのはあんまり嫌だけどねやっぱその上がるのは別にいいんだけどその乱高化するでしょそのなんか 消費税前にすごい需要が来るけどさ、まあ、じゃあ、ボンボンボンボ外注に振って品質が下がったら工事もクシャクシャになってくるし、で、消費税が上がった後ってね、自分たち抱えてる職人がおるから暇になっちゃうじゃないですか。ね、うちみたいな定量でやってる会社は厳しいよね。で、あ、もう一個、これ言っとったのが、あの、国は、このね、まあ、何十年で1100兆円まで行ったんだけど、まあ、さっきみたいな、ね、 あのー、これちょっとよくわかんないまあ読むわねしかしこのグラフは国際保有者の区別ができないまあ、こっちねこの上のやつねしかしこのグラフは国際保有者の区別ができない不完全な幼稚なものになります政府子会社であり総合政府として見ると負債と債権が創殺される中央銀行の保有国債を除く必要があります 中央銀行保有分を除いたグラフを見てみましょう。で、これ、ちょっと俺わざと赤ペン、見やすいように赤ペン入れたんだけど、実際にもう、中央銀行っていうのは国債をもう買い上げていってくれてるってことだよね。うん、で、買い上げていってる結果、こんだけその、減ってきた。実際には1100兆円なんだけど、もう実際にはもう、こんだけだよってことだよな。 あ、ちょっとこれ違うな。んあ、パーセンテージかなこれ、うん、書いてあったな。パーセンテージ。その GDP。だ GDP が800兆円とかそんなもんでしょう。う GDP ってわかります前これ動画にしたからな,なんか物買って、俺がじゃあまあこれジュース買うで110円だけど、じゃあ店に110円入るじゃん。で、今度店がまた予想でお金使ったら、それまたにまた100円使ったら200円になるじゃん。それが総生産って言うんですけど、 それは800円だって俺が給料を渡すとか、まあ、会社の売り上げが12億だとしたら、12億が GDP に乗っかるでしょ。だけど、そのまた俺が従業員に給料払って、また従業員がお金使ってくるわけじゃないですか。それどん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 こうやってぐる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 お金って回ってるじゃん。で、またペンキ塗りにまた回って帰ってくるわけでしょ。給料俺が一番上じゃなくて、俺もこの循環の中におるわけじゃないですか。で、いろんなところに回って、回り回って、球体の外をこうやって、わーって回って、地球がぐるぐる回ってると思うんだけど、 でまあ、そ,その総額が日本で800何兆円かなんかだと思うんですけどでそれの何パーセントだよみたいなでもとにかく下がってっとるんだよね GDP のまあ成長もあるし、まあ、その借金の額が、まあ、あの中央銀行がこうやって買ってったのを、まあ、要は一般の人だけが買ってんじゃなくて、まあ、その国が買い上げさらにまた買い上げてるみたいなことでしょ多分。 ちょっとこれ詳しいと書いてほしいんだよね。まあ、何が俺前言いたいって言ったら、まず俺、まず俺これ読んだこととか聞いたことを、これうのみに死んでください。別に俺もじゃあ専門家に相談して、あの、わかるわけ、あの、分かったことじゃないんで、まあ、俺が言ってることも当たってるかも違っていうかもわかんないことなんですけど、一つ俺が思うのは、俺本当にすごい不安だったのは、こんだけ借金してやっぱリーマンショックみたいになったら、 やべえなーってもうこれ本当に4年も俺もなに2年3年4年続くって言ってる人もいっぱいいるからこの景気がねただ悪い情報ばかりじゃなくてやっぱいい情報もあるんだなーっていうのはやっぱじゃあ実際にはそんなに借金っていうのは膨らんでっとるけども実際に保有してるのはそのね国っていうかその中央銀行というところが保有してる率が高いもんでまあじゃあじゃあその 中央銀行の運営は何でもあって、まあ株式会社みたいなちゃんとした会社のお金だったらいいと思うんですけど、ねだけど、まあそれが国民の税金でまたどん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 吸い上げ取るっていうんじゃ、まあ意味ないじゃん。うん。だけど、まあ消費税が上がって、まあ、数ヶ月しかね、経ってなくて、まあ消費税もなくそうかとかいろいろ言ってるこういう中でさ、うん。まあ経営者としてやっぱ、ね、今後、舵取りってあるじゃないですか。 あんまりこのコロナに、まあ、コロナに移ることはビビらなあかんけど、人に迷惑かけることはビビらなあかんけど、まあ俺、この間の動画でもちらっと言ったと思うんですけど、求人もじゃあ、うちはもう今ね、すごい人が暇な状態で、で、その子たちも助かると思うの。じゃ採用活動して、じゃあ営業をね、今だったら優秀な営業マンが取れるなら、ね、優秀な営業マン雇って、じゃあ今じゃあすぐ何やるかじゃあ今の間は見積もり頼が来ないから、 じゃあ今の間は挨拶周りちょっと挨拶営業やってくれ。今までの過去のお客さんに DM 書いてくれでもいいよね。できるだけ外に出んように、できるだけ不要不急はしたらいけないから、在宅でやってるから、じゃあ調べ物してもらうとかいろんなことしてもらうなんですけど、まあ、そういうものをいろいろやって経営者として、じゃあ職人が本当に抱えたいと思ってたんだったら、 も分かんないよそれがこうと出るか、基地がね、基地かこうか、まあ分かんないけど、俺は。その、どっちか分かんないけど、じゃあ今の時期に求人、職人さん募集したら、本当に助かると思うんだよね、あの、実際に現場で働く子たちは。で、実際に来ても、まあ、ね、日給月給やっとんだったら、ね、仕事がないもんで分かんないけど、まあ、ね、約束してくれて、この忙しくなった時に来てくれるんだったら、月々、こんだけはなんとかしてあげるわ、とか、月にね、まあ、2日はなくても、 でいつかはあるもんで出ておいでっていうのでもいいと思うんだよねでこの実際に忙しくなった時にでもそれをやった企業がやっぱ俺生き残るし伸びてくと思うんだわねでもただただなんかバカみたいにさふわーって流されとるだけではこのコロナに対しても、うん、自分たちでやっぱ考えて自分たちでやっぱ舵事を取ってかんと企業ってあの流されていくだけでは本当に流されてっちゃうからうんまあな何がようしゃべりたいのかようわかんない、またコメントで お前何喋りたいかよくわかんねえんだよって言って書かれるかもしれんけど。まあでもそんな感じですよ。まあちょっとほんとラジオのつもりぐらいで今日聞いてくれたらなと思うんですけど。まあほにこの大変な時期ですけど、あのー、やれることをみんなでね、力を合わせてやっていきましょう。で、コメント欄にぜひね、あの、いっぱいアドバイス。あの、他の人が見てるのも結構見てるみたいだから、あのー、本当に書いてくれるとわかりやすいし、本当にここからどうなるんかっていうのはまあ予測して書く人もおるけど、 うん、まあ予測ってあんまり当てなんないと思ってるからな、俺は。だって、このね、うん、そんなに頭いい人が言ったらさ、もう鼻からうまくいってるもんね、このネット社会でさ、もう絶対にこの人の予測はノストラダムスぐらい当たるだったらさ、その人の発信でだって何億人、も全世界に別に発信できるような、ね、情報ももうその何百年も前じゃないからあるわけじゃないですか。それでもそれってもう、 100人が100人って、まあ、違うし、当たったり外れたり当たったり外れたりしてるから今があると思うんで、うん、あんまり人の言うこと、ね、まあ、親の言うことでもそうだと思うよ。親の言うこと、家族の言うこと、友達の言うことを聞きすぎてもいかんし、聞かんすぎてもいかんし、話は聞きゃいいけど、決断するのはやっぱ自分だからね。そこだけは、ま、ちょっと考えながらやられるといいんじゃないでしょうかと思います。えー、チャンネル登録といいねを絶対してね、よろしくお願いします。 you <sharp inhale>